こんにちは。名曲ワンポイント解説の動画へようこそ。今回から3回は不協和音の魅力というのをテーマにやっていきたいと思います。不協和音というのは調和音の対となっている概念で、調和音は響きが調和した状態を指します。不協和音はそれに対して調和が崩れた状態を言います。西洋音楽は調和音と不協和音の交代で成り立っていると考えることができます。不協和音に行くと、私たちは問題がある感じ、調和が崩れた状態なので、しこりがあるような感じを抱えます。その後に調和音に行くことによって、その問題が解決したような感じを得られます。この解決感を得るっていうのが西洋音楽の目的の一つでもあると言っていいわけなんですね。だから不協和音は西洋音楽に欠かせない要素なんです。それで今回はラヴェルのソナチネの第二楽章から抜粋して不協和音のテクニックを紹介したいと思います。ラヴェルは日本でも大人気の作曲家ですけども、フランスの印象主義音楽を代表する作曲家ですね。ラヴェルは近代の音楽家らしく、響きとしては複雑なものを追求していきました。しかしその反面、音楽の構造とか様式っていう面では実は古典的なものを好んでいます。ソナチネというのはソナタの小規模なものっていうような意味なんですけども、これは古典の様式なんですね。だからラヴェルはこの古典的なソナチネっていう枠組みを通して自分の音楽、複雑な響きっていうのを表現しています。今回はラヴェルのソナチネの第二楽章のメヌエットのコーダの部分から抜粋して紹介したいと思います。こういう場面がありますけども、今回のワンポイントのテーマは今激しく濁ったここです。これは明らかに不協和音ですよね。今回はこの不協和音がいかにしてできたのかということと、なんでラヴェルはここでこの不協和音を使ったのかっていう、この2つにですね、焦点を当てて解説していきたいと思います。じゃあまずは技術的な面に焦点を当てて分析していきましょう。この瞬間の響きっていうのは、右手がヒスとデーを演奏して、左手がチスを演奏してます。それで合わせるとこのような激しくぶつかる響きになって、これはですね、ピアノの鍵盤でいうと隣り合ってる3つの半音を押さえてることになりますから、もちろん激しくぶつかるのは当たり前なんですよね。で、この部分がどのような成り立ちになってるかっていうのを紹介したいと思います。この楽譜もう一回弾いてみますけども、響きに注目してみてください。一小節目まではまだ伝統的な和声で解釈できるんです。ここまではいいですよね。で、二小節目からが実はずっと同じ響きを使ってるんですけど、ここで不思議な響きに変わってます。ということですね。じゃあ2小節目からの和声ってどういう形になってるのかって注目してみましょうか。それでまずこれはですね、もちろん伝統的な和声では解釈できないです。こんな複雑な響きは伝統的な音楽ではまずありえないわけなんですよね。ということで、ここはですね、実は近代に特徴的な複雑な響きを生むためのテクニックを使ってます。それは多調ですね。ポリトーナルとも言いますけども、いくつかの異なる調が同時進行する音楽性を多調っていう風に言います。このやり方は複雑な響きを追求する近代や現代の作曲家が愛用しました。それでラヴェルもですね、この多調を自作の曲の中にたくさん応用しています。それでこの2小節目からなんですけども、分析してみると、右手はこのような和音、下からヒス、デー、フィス、アーの和音を演奏していることがわかります。それに対して左手はフィス、チスの響きなんですね。これらの響きを和声分析してみると、右手の響きはフィスモールのドッペルドミナントの続句の
高音省略の第5音が下方変異したものということになります。すごいややこしいですけども、これは芸大和声の2巻に載ってる和声なんですね。それに対して左手はフィスモールの1、しかしアーの音がないので、この音がないので第3音が省略されている状態というふうに書いておきました。でこれが同時になると、この独特な濁りぶつかりになるわけなんですよね。この不協和音のシステムが面白いです。それでこの場合は右手もフィスモールの和音として解釈できて、左手もフィスモールとして解釈できるんで、厳密には多調と言うべきではないかもしれないですが、やっぱり2つの響きがかけ離れているので、その2つを同時に使うっていうのは多調的なテクニックだと言ってもいいと思いますね。それでこの響きの中から3つの音をピックアップするとこの響きになるということなんですよね。隣り合ってる半音3つが同時に響くっていう伝統的な音楽ではありえなかった響きを生んでます。それをこの多調っていうテクニックを通じて顕現させたっていうのがラヴェルの工夫ですね。それでは技術的な分析が終わったところで、今度はなんでこの響きを使ったのかっていうラヴェルの動機に迫りたいと思います。それでこの曲の冒頭をですね、一回弾いてみましょうか。このメヌエットの冒頭はこんな始まり方なんです。感じで始まっていくんですけども、優雅なメヌエットの姿が映し出されてますよね。さあこの冒頭を聞いてみますと、すごく澄み切った印象ですね。そしてどこか古風な感じっていうのも感じません？それがどこから来てるかというと、左手なんですよ。左手のパートにこういう完全5度の連続のパートがあるんです。この完全5度の連続っていうのは音楽理論勉強した人だったらわかると思うんですけども、連続5度といって禁則事項なんですよ。だからできないということになってます。じゃあラヴェルは音楽理論を知らなかったのかっていうと、そんなことなくてですね、ラヴェルはそんなこと100も承知でこの連続5度書いてるわけなんです。ここでは連続5度を作ることによって中世風の響きっていうのを作ってます。中世はこういう響きがあったんですよ。なのでこのパートがあることによって、なんとなく古風な感じっていうのがあると思うんですよね。そして澄み切った感じも与えています。ということでこの曲の冒頭はすごく優雅で高貴で、そしてどこか異国情緒のある音楽性だということになります。それが冒頭。それに対してワンポイントの部分もう一回聴いてみると、なんか響きも複雑だし、最後の方はすごく低い音になっていくところで、おどろおどろしい音な感じがしますよね。冒頭とは似ても似つかないような音楽性になってます。これがラヴェルの素晴らしい工夫なんですね。そもそもメヌエットっていうのは古典的な様式の中でよく取り入れられた舞曲のスタイルなんです。古典音楽っていうのは世界観が一定している、そして安定しているっていうのが大事な要件なんですよね。だから最初から最後まで曲の聞こえ方が大幅には変わらないっていうのが古典的なメヌエットの姿でした。ところがラヴェルはそこからかなり発展したメヌエット像を作ってます。冒頭では高雅な響き、中世風の響きを取り入れることによってどこか異国情緒が漂う高雅で可愛らしいようなメヌエットを作っていると言えますね。それに対して曲の最後はこうなってました。
調和音が使われているということと、ピアノの低音域を使っているということ、それからテンポがどんどん遅くなっていくということからですね、なんか私的には海の中に深く深く沈んでいくような感じに聞こえるんですよ。それでこのノイズですね、ワンポイントの部分のこの瞬間の何とも言えないような濁りがスパイスを加えていてですね、やっぱり海の中に沈んでいくような感じが私はするんですよ。ということで、冒頭では優雅で可愛らしいメヌエット、曲の最後では海の中に沈んでいくようなおどろおどろしい響きになるということでですね、一つのメヌエットっていう古典的な枠組みの中で多層的な世界観を作ってるんですよ。これがラヴェルの素晴らしい才能で、ラヴェルの古典趣味とそれから多調のテクニックによる不協和音ですね、それから彼の卓越したピアノ曲の処方によって独自のメヌエット感っていうのを作っています。それがこの曲なんですよね。ということで、今回はラヴェルのメヌエットを紹介させていただきました。次回はまた別の時代の不協和音のあり方っていうのを紹介していきたいと思います。それでは今日はどうもありがとうございました。